だから袋に入れた時にえこんな重かったのってなるから難しい。でもあったら楽じゃん、お買い物中は。だから難しいんだよね。調味料とか買ってたらさ、牛乳とかさ、あ、牛乳買ったこと、買ったことない嘘だけど一人暮らしで牛乳は使わないけど、なんか調味料とかさ、卵とかなんか重たいもの買ってたら重ってなった。え、でもごぼう食べてた気がする、リオ。春。重さ考えて買い物してるのかわちい。持ってあげたい。え、重たいじゃん、だって。重いんだけどね。結局、頑張って持って帰るけど。もうって思いながら持って帰る、よく。肉の花まさ、黄色い看板が目印。あ、なんか見たことはあるの、そう。黄色だったっけ、黄色か。いや、リオね、食べたよ、ごぼうサラダ食べた気がする。食べてないっけ忘れちゃった。なんかそう、なんか花粉症にいいって聞いて、確かなんか食べたような気がします。うん、リオは子供の頃スーパーのショッピングカートに座ってる感じ。うんうん、座ってた座ってた座ってた。だから肉の花まさってリオさ、お肉屋さんかと思ったの、シンプルに。でもスーパーなんでしょ普通に。あ、本当にリオはお肉しか売ってないと思ってたんだけど、スーパーって聞いてそうなんだってなった。あ、業務用スーパー、そうなんだ。たくさん食べる人にぴったり。でもあれかもね、一人暮らしには多いかもね、多いかもってなりそう、リオは。賞味期限切れちゃいそう。でもお肉とかは普通に行ってみたいかもね、どんな感じか。ファミリーサイズ、ファミリーサイズ多そう、多そうだけど。鶏皮串20本買って丼にしてた。すごっ20本結構じゃない、すごい。豚骨とか売ってるからラーメン一から作る人。あー、じゃあラーメン屋さんは買ってる買ってるかもね。リオはラーメン一から作らないからうん、こんばんは。ツインテール似合ってるよ、ありがとう、うん。調味料はね、重たいの、本当に重たい。そう、この前もさ、料理酒買ったけど重かった。でも今のところ料理に使う調味料は全て揃ってる気がする、大体は。だから作れるかな、いろいろ。ラーメン一から作るタイプの人あんまいないと思うけどいる？作れない。小籠包食べたい。マリオのお家にいたら何かしらの食べ物があるっちゃあるけどみたいな、あるっちゃあるんだけどさ、そう、なんか使っちゃった。この前まではいっぱい入ってたんだけど、もうね、使っちゃったの。チョウとラーメン違うでしょ、我とラーメンだよね。それはおちおの食と我とラーメンほぼセット。最近そう最近一緒に見るラーメンじゃない時だって使ってるじゃん、だって
そうだ、何にでもつけてるから。食べる専門のイメージやのに自炊してんの偉いでしょ。ちゃんとねできるんだよ。バレてて草バレてるよ。まあオリオの食、あじゃない、うんとみんなが使ってるのはオチオの食だけど、それは自由自由だからさ、何食べる時も使ってって感じ。見てるよ、なんだかんだじゃなくて見てる全然。流行ってるの一部のオタクだけすぎて悪いまあ本当はオリオの食だからさ、うん、だからそう、なんか食べ物のせるときに全然使っていいよって感じだけどでもオリオの食は使いにくいって言ってたじゃん。使いにくいんでしょ使いにくいって言ってたよね。エリオはツイッターいいよって言ったんだけど、なんか使いにくいからって言って、今日は何か食べたい、食べに行きたいもの、なんだろう、なんだろう、でも今はねやっぱさっきさ広島焼きとかの話したから、なんかそういうの食べたい気分ではある。この前オチオの食全部食べたらきつかったオリオの食ねインスタのでしょすごいね、ひつまぶしとカレーパンとお芋のやつでしょ食べたの、1日で全部。結構お腹いっぱいになるねあれは。浅草に行ったんだね、見たよ写真。もちろんの食が献立の参考になれば。そうだね、結構悩むからさ、献立、献立の参考にさせてもらうよお好み焼きもんじゃ、お好み焼き、ね、もんじゃはちっちゃいヘラ、もんじゃ用のやつで食べるかも。お好み焼きはお箸、もんじゃ焼きもお箸で食べれるけど、食べる時もあるけど、その時による。空屋行きたい、空屋行きたい、いいね。マユも行きたいって言うだろうな空屋といえばマユと一緒に、もう2回一緒に行ってる空屋は、空屋だけで。あれ好きなんだよね、さ野菜巻き串、野菜にさお肉巻いてあるさやつ、野菜巻きなんて言うんだろう、あれ焼き鳥のなんか野菜巻きみたいな、野菜巻きバージョン、レタス豚巻きみたいな、見たことない。あるのそういうお店が、野菜巻き専門店みたいな、行ったことあるんだけど、めっちゃ美味しいの、すごい好き。野菜巻き系、レタス、あとリオね、しそ巻き、チーズとかさ、そういうの大好きだもん。野菜巻き、野菜とお肉みたいな、めっちゃ美味しいよ。お肉と野菜がこう巻いてある串屋さん、居酒屋さん、なんかそういうねあるのよ、野菜巻き専門店が、めっちゃ美味しい、あれ好き、食べたい。前にねその会津で行ったのよ、りんちゃん来れなかった時、リオが見つけてここ行ってみようって言って連れてった。そしたらレーナがめっちゃハマってさ、絶対また来たいって言ってたから、また日本帰ってきたら行こうって言ってて
そうめっちゃハマってたからまた行きたい。美味しい、美味しかった。肉巻きおにぎりしか知らない。あ、そうなの。え、でもね、おにぎりじゃないんだよね。野菜巻き、いろんな、いろいろあるの。いろんななんとか巻きがある。いろいろある、あるけどなんかパッと出てこない、忘れちゃった。腹巻きはない。ないでしょ、食べ物じゃない。いつも行き当たりばったり。ね、いや事前に探す。お友達と行くときは事前に探すよ。一人のときは行き当たりばったり。お友達と行くときはどこ行くって探して、じゃあここ行こうってなる。先に寝ます、おやすみ。チェルジャーナユン。一人の時は本当に行き当たりばったりで、手が綺麗。おー、ありがとう。無料が、あ、食に関してはエスコートするよ。あの美味しいお店を探すのが得意なのか分かんないけど。よくインスタに保存してるからいっぱい。そう、行きたいところはたくさんあるの。真ん中の指切れ、出た出た、大丈夫大丈夫。でしょーって。分かってるよ、考えてることは。チャルじゃーん。だからね、また行きたいのよ、串焼き屋さん。くっそー。え騙されませんよ。大喜利の行った店、 Google マップで行きたい店を保存してる。おー、本当に。てか Google マップって何、そんな保存とかできんの。行きたいお店知らなかった。 Google マップ使わないからさ普段。やっぱ Google マップってすごいんだね。便利なんだね。使いこなせない。 iPhone に入ってるマップ。未だにあれが使いやすい。ほんとたまに Google マップ開くけどさ、わかんないんだよね。やっぱでもさ、そうチーと遊んだ時にさ、チーもさ iPhone のさ使っててさ、仲間見つけたってなった。え、あ、そう二人でさ iPhone に入ってるマップでお店探してさ、仲間見つけたよ。だいたいみんな最近さ Google マップじゃん。チーは Google マップ入れてないよ多分。リオは入れてるから。多分入れてないって言ってた気がする。分かんない。小さも機械、小さも機械音痴そうやな。分かる分かる分かる。いつかベストヒット歌謡祭出ようね。おーねー、出たいね。地図は見れるよ。見れる、見れるっちゃ見れるけど。ゆりよさ、 Google マップでびっくりしたのが、あの出口書いたんじゃん。あれがすごいなって思った。だから出口調べる時だけ Google マップ、そう道は iPhone に入ってる普通のマップ使う。その駅の出口、そう駅の出口書いてあるの本当にすごいと思った。えみたいな。だから何番出口から出たら近いとかさ分かるじゃん、あれで。えすごっ、ってなった。そうすごいね、あれ。ヤフーの何、乗り換え案内アプリでも出る。
何それ知らないかも。リオアプリ入れてないからさ、いつもヤフーで調べてる。アプリじゃないから出てこない。そう、何番出口とか書いたの、数字ね。そうすごい便利、1番 1A みたいな、すごいよ。今日もねそれで行った、あの稽古場行く時、初めての場所だったからさ、何番出口から出たら近いんだろうって。何番出口もどこって迷うのが終わりだと思ってた。あ、どこってなるときあるよ、そりゃ。あるある。時代に追いついてなくて安心したよ。安心しないで。心配でしょ、普通。時代に追いついていかないと。渋谷のライブ会場探すときはいつも瞑想してる？迷路？いやでも難しい、渋谷は難しいよね。ライブ会場いっぱいあるから。久しぶりーよ。なになに、指をパチパチ？操作できるアップルウォッチ、いやー使えないと思う。アップルウォッチ絶対使いこなせない。使いこなせ、つけてみたいなと思う。つけてみたいだけ。あの使いこなせないと思う。こんばんは、おいりゅう髪型かわいい。本当に？なんか普通にあの2つに結んでるだけですけど、ありがとう。お疲れ様でーす。自分ならライブ会場分かんなくても適当にあの辺まで行って、さて今日はどこだけでなる。あーなるほどね、分かるよ。あのオーイーストとかの方面行ってってことでしょ。オーディオが出るイベントは駅から会場まで床を光らせといてほしい。そんなことできたらすごいよ。リオもそれは光らしといてほしい。森を漂流しといてほしいねんな。え、漂流したくないよ。漂流したくないよ。かわいい、ありがとう。一回間違えて違うイベント入りかけた。いやでもあれ間違えそうになるよね。全然わかるよ。不順の時もさ、みんなでさ車で移動したけど入り口わかんなくてさ、え、こっち、こっちってなった。うん、だからわかる。そのいろんなさ会場でさ開催してるイベントあるじゃん、よく。その時人もいっぱいいてさ、え、どこどこ、ここって、どっちってなってた。いやそう、渋谷って坂めっちゃ多い。それこの前チートも喋った。この前チートもさ、渋谷ってさ坂多いよねって、わかるって話した。渋谷坂いっぱいで疲れちゃう。登ると下り逆にしてほしい。それはそう。わかるよ。し
かも昔さキャリーケース持ってたからもっと大変だった。あの坂をさキャリー持ってたんだよって毎回やばいよね。めちゃめちゃ大変だったわ。手に豆ができてた気がする。もはやキャリーケースでいっぱい歩いてて。まるで人生みたいだ。人生山あり谷ありね。合ってる？人生山あり谷あり。渋谷人生。でもリュウやっぱり新宿の方が苦手。迷っちゃうから新宿の方がむずい。うん、難しいわ。何がどこにあるかとか分かんない。新宿、渋谷の方がまだ分かる。白ひよの前に歩いてたけどあんなに坂だと思わなかった。あ、そうだね、白ひよのあそこも坂だね。そうそう、坂がある。新宿の方が簡単。え、本当に？リオも分かんない。分かんないわ。西口出れば迷子にならないことが判明。へえ。分かんない。新宿西口が余裕。あれ、どっちだ。でも難しいのあるよね。一個分かる。一個じゃないけど、リュウにとったら。むずいよ。深夜の上野駅。上野か、あんまり分かんない。リュウも上野は。リオが新宿が一番わかるのは東口。ラッサイの時にアルタでよく使ったから東口だけはわかる。ごめん、新宿派です。サマルクカフェ新宿サブナートの店の常連。もう全然わかんない。そうなの。東京駅は、東京駅はね大丈夫かも。意外とやっぱ新幹線組だったからさ。昔から新幹線、うん、東京駅品川はもうめちゃめちゃ使ったから迷わない。ここにいる人みんなが東口が得意やで。やっぱそうだよね、東口分かりやすいよね。未だにあるたま行くと寂しくなる。なんか思い出すよね。わかる。大阪駅の地下迷路迷宮。でも行ったことあるよ。むずいよね。わかる。でもさ最近東京駅あんまりその新幹線のところ以外使わないからさ、あのあそこ行きたい、お菓子の、お菓子のさ出来たてが食べれるお店、あそこに行きたいの。リオは東京駅にあるんだよね。でもあんま行かない、やあんま行かないからさ。ほんとだってもし東京駅行っても帰るだけだ、帰るからそこに行かないしさ。京葉線の方も行ったことある。ある。めっちゃ遠いよね、東京駅の京葉線。わかるよ、 PB の時よく使ったから。めっちゃ遠って思いながら歩いてた。お菓子ランド、お菓子ランドだっけね名前。そう、行ってみたい。そこにだって TikTok でめっちゃ流れてくるんだもん。あれ気になるよ、食べたくなるよね。ポテトチップスのさ揚げたてとか
幸せバターとやつ食べたい。一番街の、わかんないわかんない、それはわからない。行ってみたい。じゃがりこのさ出来たてのやつは食べたことあるけど、何回か。あれ好き。原宿にあったのになくなっちゃったんだよ。京王線ね、遠いね。時間に余裕持ってかないといけない。あれは名古屋、名古屋はね、あ、名古屋駅は複雑なのかな、どうだろう、どう。でも東京とかに比べたら多分大丈夫だと思う。あ、でも意外と広い、名駅は広いからね、どうかな。リオは大丈夫。栄、まあ栄は癖強いっけ。そう、栄もよく行くからさ、リオは大丈夫。そう、免疫の方がそう線が多いからね、大変だと思う。京王線は有楽町の方が近いから裏切られた気分。え、そうなの、知らなかった。名古屋ね、でも使わない線とかもあるからね、使ったことないのとかもあると思う。名古屋といえば煙気ね嬉しいよ、今でもそう言ってくれて今は東京にもできたからね。博多通りもん食べたから名古屋に食べたくなった名古屋に食べたくなった理由も食べたい。あ、てかそろそろ終わるか、2時間経ったわ、急だけどSNS 投稿しなきゃ。今日はインスタにリールを載せようと思うよ、ディズニーの食べてるやつ。あれ、リュウ TikTok、 あ、 TikTok 載せたよね。 TikTok も見てね げ、バレたバレた大須観音の岩場とも美味しそう。それは美味しそうって思わない方が美味しそうじゃないかも、怖いかな。リュウハット苦手なんだよね、飛んでるとなる、ってなっちゃう。 TikTok またあの衣装で可愛かった、嬉しい。てかさ、インスタのリールの好きでしょ、好きじゃないってやつ、あれすごいね、なんかめちゃめちゃ伸びてて、インスタのリールがびっくりした。あと苦手な人おるよな、苦手、結構苦手。リオの、そう、結構苦手なのよ、逃げちゃう。リリリリリリ、カラスも苦手じゃなかった。カラス苦手、カラスの方が無理、カラスは怖すぎてね、ダメね。前遠回りした話したもんね、カラスがいて本当に怖い。そう、道通れなかった。そうそうそう、遠回りした話。カラス無理だね。本当に怖かったわ。階段にいてさ、外の3匹くらい。通せんぼされた。カラスちゃんに怖すぎて行けなかった。カーカーって真似すんの？本当？
懐く、ほん、え、でも懐かれてもじゃない？え？懐かれてどうなんの？近寄ってきたら怖くない？逆に怖いよね。確かに懐かれても嫌かもでしょ？懐かれてもだよ。だって近づいてきそうじゃん逆に。うん、そう、攻撃はしないかもだけどさ、怖いよね。ちょっとビビる。大きいしカラスって。アガサ肩にカラス乗せてそう。なんか言いたいことはわかる。なんか乗ってそうね。袋。なんか鳥が似合うの。鳥が似合うの。確かにメリーの方が鳥じゃん。傘。ポリ。確かにアガサじゃない。メリーの方がだ。リンゴも手に取り、あー確かにね、本当だ。青い鳥さん、前回いなかったよね青い鳥。次は出てくるかな。もしアガサちゃんクジャクかな。なんで？なんでそうなの？チェコさん電撃参戦か。めっちゃおもろいじゃん。めちゃめちゃウケる。来月のライブ楽しみにしてる。来月のライブいつ？いつのだろう。あ、いつか？よろしくね。まずはあさってのライブよろしくね。それで次がいつだ？ハリーポッターリオ見たことないんだよね映画を。そうユニバのさ乗り物は好きとか言ってんだけど、いつかだと思う。あ、そうだよね、初めて。それは楽しみ、ドキドキだね。直近は18、23、25。そうだね、そうだね、それだ。オンリーボックス、オンリーボックスじゃない。スペメ。そう、お稽古期間にライブ。そうなの、結構ね入ってるから。あと生誕もあるし、頑張る。もういいよ、本当に覚えるからね。頑張って集中しなきゃ。まあ、あの稽古始まったらしばらくお稽古できないかもしれないんだけど、あのイベントの時とかはできたらやりますので、その時はよろしくね。じゃあ順位を読みますね。今日もいくよー。本日の順位、13位ミッドナイトパーティー、12位がチョイキジロー、11位がジェミョン、11位がホアチョコ、9位がイチゴのトンヤ、8位がホウスケ、7位がエレメンツ、6位がミュータン、5位がイッシー、4位が TK、 3位が制御不能のラビー、2位がナツユキ、1位がナヨン。わー、ありがとうみんな。
ということで、急な配信だったんですけど、来てくれてありがとうございました。それじゃあまた会おう。バイバーイ。ありがとうね、来てくれて。おやすみー。ピース。